お、一番レート上じゃん僕。まあでもレートが一番上の人が勝つっていうわけじゃないからね。一番強い人が勝つんです。そしてこれは100秒のスピードランって書いてたからこれ絶対みんなでバトル用コースじゃない。お、やった、なんか一つだけ空いたんだけど、これはチャンス、めっちゃチャンス。よしよしよし、このまま一人で渡っていきましょう。オッケー、そしてこのまま渡っていく。よし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 、これは竜巻ドル、ウィンドル、そしてよしよしよし、これチャンスじゃないね、めっちゃチャンスですよね。ジャンプ、オッケーオッケーで滑る、そしてこれはめっちゃチャンスだと思うんですよ。そしてこれはどっちどっちどっち、ちょっと待って、これどっち、左でいいかな、こっちでいいかな、いや絶対違うと思う、絶対こっちじゃないと思う。あはははどっちだろう、何のために今キノコ取ったの。あ、ここだ、多分ここだね、ここだ。よし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 、みんな誰も気づいてないぞ。おーしょーけーめっちゃ速い、めっちゃ速い、これやばい、きっと 50m 3秒台ぐらいで走ってるよしよし、このまま走ってて、きっとゴールがあったー。てかピヨキング最強スーツ全然似合ってないねえ、全然似合ってないよね、あのアバターの顔でね、ムキムキなシャツっていうのが全然似合ってない。そしてこれはね、みんなでバトル用コースかな、多分そうだと思うんですよ。それじゃあ、あ、全部黄緑色だ、ちょっと分かりにくいな。それじゃあね、このメットがオンオフした瞬間に始まるかた、よし、これはこれはちくわブロックが待ち遠しいな。よし、それじゃあこのままジャンプ、オッケーオッケーオッケー、これバネに乗ったら罠だね。よし、土管に入る、今のとこ1番じゃないかな。うお、早っ早い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 、よし、く、早く早く行ってくれ、マリオか、あーマリオだ。なんかあの2代目アスリート前回いた気がする、あの頭にね、キノコが生えてる人。なんかみんなでバトルやってるとさ、意外と前当たった人っていうのが結構出てきますよね。そしてこれはピンクコインが5個、5個ある、あのトゲメットめあのトゲメット、あ、かぶれるの、よし、かぶっていこう。それじゃあ、よし、これ強いでしょ、かぶってったらね、え、絶対強いよこれ。あ、あぶね、そして上に行く、これはちょっと一旦降りておいて、でこっちに行ってみようか。でドアに入ると、うーわマジでわけわかんねえマジでわけわかんない、どうしようどうしよう、これ上に行こっか、あのキノピオといい勝負ですよね。でこれはこっちか、一応このピンクコインを全部僕は取っていきましょうね、取っていこう、ほら、よし、そしてこの亀の甲羅も持っていけば怖くないのかい、キノピオ、これがね誰かみんなあのキノピオを退治してきてね、誰か誰かお願い、何やってんのみんな、頼むから頼むから、このキノピオをどうかしてくれ。あのキノピオずっとドカンかった、あのキノピオいる、確か兄貴丸っていうあの子じゃなかった、っていうかさっきと全員一緒じゃないメンツ、あのマリオには負けたくないね、兄貴丸、可愛いアバターしてやることは結構えげつないもんね。これは上から行った方がいいのか下から行った方がいいのか、どっちなんだ、一応上から行ってみようか、上から行った方がね、多分罠だと思うんですよこれ、ほらねやっぱこうだと思った。それじゃあマリオ、兄貴丸一緒に行こう、よし、兄貴丸結構攻撃的ですね、絶対兄貴丸には負けませんよ、よし、ジャンプ、オッケーオッケーオッケー、これはこのまま行く、よし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 、これは危ない、よし、オッケーオッケーオッケー兄貴丸には絶対負けません、これはジャンプ、よし、これはこっちでいいのか、でこのまま渡っていく、やべいけない、やべいけないやべマジでいけない、うお、ちょっと待って、こっちか、うわ惜しい。さて兄貴丸はもう消えてスカイエンジョイさんまたいるね、
ほんとこのみんなでバトルやってると同じ人結構いるんですよ。よく同じ人とね当たりますよね。でこのままジャンプしていく。やばい、あのルイージはしゃがみジャンを極めてる。よし、オッケー、よし、このまま渡っていく。いいねいいねいいね。でこのまま渡っていくと中間ポイントゲット。でかいなでかいな。大丈夫か、これはブロックをぶっ壊すんじゃないのこれ。よし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 、このまま渡っていきましょう。これゴールが近いと思います。よし、これは右下がめっちゃ怪しいけどこのまま行こうか。でこれはデカキノコを取っておく。やばい、これはよし、オッケー、これもいいや、当たっていい当たっていい、もう早く早く追いつこう。こっちか、あのキノピコもしかしてゴール前で待ってくれてるパターンか。ちょっと待ってくれ、走っていくからめっちゃ走っていくから、ドス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 って言ってそうなこの走り方で走っていくから、ちょっと待っててくれ。あ、絶対ゴールじゃんこれね。え、待ってくれてる、完璧待ってくれてる。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。よし、オッケー、マリオは待たないんだ。今度は3人じゃん。ノルウェイ強すぎノルウェイ強すぎ。7212、やばくない？世界ランキング上位らへんの人ぐらいじゃない？世界ランキングで言えば絶対上位レベルですよね、このキノピオ。ちょっと待って、このキノピオ要注意だな。1対1ですることが少なくなったね。ちょっと前まで1対1っていうのが結構多かったんですけど、今もう完全に4人集まるもんね。4人でバトルももちろん楽しいけど1対1の方がね僕は好きだな。ねえ、たまにはねこうみんなでバトルっていうより誰かとバトルみたいな対マンバトルみたいなあったらいいんですけど、そんなのも作ってほしかったな。よし、オッケー、これはどっか入れってこと？上かな、それかね、こっちでいいっぽいよね。全然良くないねどっかで鍵を手に入れろってことかな。ここでいいの？ここでなんだこれ。なるほど、これで亀を倒せばいいのね。もう倒し方わかりました。なんで邪魔するのキノピオ。よし、来た、このまま鍵を。なんか今日邪魔されてばっかだな。見てこのキノピオ、鍵持ってるんですけどずっとこうやってしてるんですよいや今日のみんなでバトルはことごとく邪魔されるな。またいるよあのノルウェイ、要注意ですよあのマリオ。さっきのリベンジは果たしてやるぜって言っても、さっきマリオが悪いっていうわけじゃないんですけどね。で大体ねこのマリオに負けるパターンが意外と多いんですよねね、意外と多いよね。ランク7000はめっちゃ強いもん。なるほど、よし、オッケー、これは上から渡っていく。よし、オッケー、中間ポイントマリオには負けねえぜ。よし、このまま渡っていく。よし、オッケー、このままダッシュ。よし、マリオが来てる、マリオ来てる、マリオには負けねえぜやった、ノルウェーに勝った、めっちゃ気持ちいい。ノルウェイさんよ、さっきの借りは返してやったぜ。いやみんな見てくれた、今7200台のノルウェイに勝つことができましたよ。めっちゃレート増えるめっちゃレート増えた。また来そうだな、でもノルウェイ いるかな。いるノルウェイいるよ。ノルウェイのリベンジ来ました、復讐。あのピオキングには負けねえっていう感じのオーラがねめっちゃしてるんだけどこのキノピコね。うわ、ちょっと待って、キノピオ、キノピオは全然敵として俺見出してないから、一緒に仲良く行きませんか。あー、そこで羽はいるな。よし、オッケー、非常に重要になってまいります、ここで羽は。よし、よし、オッケー。さっきなんかスター取っていかんかった、誰かね。これ一回飛んでいこうか、ここ飛んでいった方がいいんじゃない。うーい、危ねえよかった、無敵時間あって。よし、このままノルウェーに2連勝しますか。え、ちょっと待って、ちょっと待ってね、これ絶対取っていこう。よし、オッケー。あー、何やってんの俺
めっちゃダサい今の。ノルウェー行った、もしかしてキノピコ。やばいやばい、ノルウェーに負ける、ノルウェーに負ける、やばいやばい。はい、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。ノルウェー来てほしいね、ぜひ来てほしい。今んとこ1勝1敗ですから、このラストバトルでね勝って終わりたいよね、ノルウェーに。むしろね、ノルウェーと対マンしたいな、1対1で。さて来るかな、ノルウェー。あー、いないか、最後はいないか。まあノルウェーはいないですけど、これがラストバトルです。これはなんか早いもん勝ちみたいなコースっぽいね。それじゃあ早速やっていきますか。なんかね、ワンワンとかね目の前いるから、アイテムとか欲しいよね。アイテムないかな、アイテムないね、全然ないね。ちょっと欲しいんだけど、ここなんか敵多くない？よし来た、このまんま僕は走っていきたいと思います。よし、ちょっとっていうかだいぶ出遅れたけど、よし、でこのまま渡っていく。一応キノピオがねやられてるんですよね。でこのままジャンプジャンプ、うわ、まあ、まだねデカが、まだデカ状態だからまだあと1回当たれるから大丈夫。これは中間ポイント取っておこうか。よし、 OK。 そして次はルイージがなんかめっちゃ速いんだよな。まあいいや、もうアイテムはいい、アイテムはいいから早めに行こう。でここで滑っていく。うーん、後ろにキノピコじゃない、キノピオも来てる。早くしないと負けちゃうぞ。よし、うお、ちょっと待って、これはまずい。よし、まだ大丈夫。フラワーがある、フラワーがあるけど、ここはもういいや。あの2人早いな、きっと今ルイージも次のステージに行ったんじゃない。よし、ここら辺でもうゴールっぽいな、絶対ここゴール絶対ゴールだやっぱり。それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。皆さん今日の動画を見ていただけたでしょうか。レート7000台でも全然通用しますよ。ちょっとあのノルウェーとは1勝1敗で終わりましたけど、ノルウェー頭にねしっかりその名をね刻んでおきます。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。